日本相撲協会は2014年にに公益財団法人に移行組織の透明性を高めるための改革がこの時も行われたが今でも不透明な慣習が数多く温存されているその象徴が親方衆の持つ年寄り株だ年寄り株の数は105と決まっている年寄り株が埋まっていれば誰かから譲ってもらうしかない典型的な既得権です 売買が横行したバブル期には数億円まで高騰しました相撲の継承発展を掲げながら協会に残って行進を指導できるかは金次第になった若手親方公益法人化に伴って年寄り株の売買禁止が定管に明記され名跡証書は協会の一括管理となったところがこれも有名無実化されているという年寄り名跡の継承者が 全所有者に指導料を支払うことは認められていて実態としては年寄り株のために金が動いている結局大金を払って年寄り株を手に入れたのにただで渡したくないという既得権者の理屈が通っている状況ですベテラン記者現役力士や退職した元親方が所有する年寄り株を引退力士が一時的に襲名する仮株も公益法人化の際に 原則禁止が打ち出されたが例外だらけの状況だ国人いた借り株の親方には3年間だけ特例的に現状維持が認められたが3年以上が過ぎた今も6人の借り株の親方がいる2013年に引退した放置山元前頭は借り株で君ヶ浜所有者は現前頭荻の海を襲名してそのままだし 移行後の2016年に引退した元前頭と左右方までも仮株で安治川所有者は現前頭安美錦を襲名した理事会はルールを変更せず例外ばかり増やしている担当記者仮株の親方は理事選で1票を投じる際には所有者の意向を優先するという慣例もある一つ一つの伝統に既得権者の意向が通りやすくなる構造が潜んでいるのだ 教会に仮り株が残っている理由などについて問うたが、締め切りまでに回答を得ることができなかった。